天然ガスの採掘現場天然ガスとは、天然に算する化石燃料としての炭化水素ガスのことである。メタン、続いてエタンといった軽い炭素化合物を多く含み、その他の炭素化合物も含む。現代ではエネルギー源や化学品原料等として広く使われる。講義には地下に存在するガス、または地下から地表に噴出するガス一般を指す。 この中にはマグマを原料とする火山ガスや化石燃料ガスだけでなく窒素や酸素、炭酸ガス、水蒸気、硫化水素ガス、アリュー酸ガス、硫黄酸化物ガスなどの不燃性ガスも含まれる。これら不燃性ガスの多くは火山性ガスである。燃焼させて調理や暖房、風呂沸かしなどの熱源として使われる。日本では都市ガス用として利用される。石炭、 石油に比べて燃焼させた時に、大気汚染物質や温室効果ガスの排出が少ないため、火力発電所においても中心的な燃料となっている。その他、天然ガス自動車や天然ガス動力船が実用化されている。メタノール、アンモニア、アセチレンなどの製造に使われる。日本国内の天然ガス田では、要素が重要な副産物として採取されている。 日本では需要量に比べて国内産がごくわずかであるため歴史的に輸入に依存してきた。戦後からは中東、マレーシア、ブルネーなどから輸入している。原油に連動した価格で転売しないという条件による長期契約で輸入することが多かった。こうした輸出国に有利な条件を見直す動きも出ている。東京商品取引所などが設立した。 ジャパン OTC エクスチェンジ株式会社では LNG の店頭取引が行われている。また、天然ガスの輸出国から輸入先へのパイプライン付設ルートの選定や供給量、価格のコンロールには外交、地政学的な要因が絡むことも多い。地下から産出する状態の天然ガスについて以下に述べる。液化したものは後半部の 液化天然ガスを参照のこと。天然ガスの起源は、炭素の同位対比、ヘリウムの同位対比、窒素、アルゴン比などを分析することで判別できると考えられており、下記のように大別される。なお、分類に関しては、諸説あり、生物起源ガスと非生物起源ガスに分類する考え方などもある。 熱分解性ガス、マイナス堆積物中の有機物の熱分解を起源とする。別名、ウェットガス、エタンプロパンブタンペンタンを多く含有する。バクテリアガス石炭、堆積物中の有機物の低温での生物分解による。名前とは裏腹に、直接、メタン生成を行うのはバクテリアではなく、フル細菌である。別名、ドライガス、メタンを主成分とし、 他の成分は少ない。有機物を分解するメタン菌による CO2 還元反応が起源である。天然ガスにはメタンエタンプロパンブタンペンタン以上の炭素化合物や窒素が含まれ、産出する場所によってその割合は少しずつ異なる。これらの他に不純物として水、炭酸ガス、硫黄酸化物、硫化水素、二酸化炭素などを含む 例外的に、北アメリカ産、アルジェリア産の天然ガスには1から7モル、100モルものヘリウムが含まれており、世界の数少ないヘリウムの供給源となっている。揮発性が高く、常温では、急速に蒸発する性質を持つ。主成分のメタンやエタンが空気よりも軽いため、大気中に拡散しやすい。この点では、常温で空気より重く低い場所に滞留しやすい、プロパンや、 ブタンガスに比べれば、人が扱う上での危険性は低い。また、プロパンと同様、メタンやエタンも無臭だが、人がガス漏れに気づきやすくするために、燃料用ガスには意図的に臭い成分を混ぜている場合が多い。天然ガスに含まれる主な物性を以下に示す。常圧下でのメタンの沸点は低い。 摂氏161.5度であり、LNG の沸点は低、摂氏160度程度になる。このため上圧下で液化するには、極低温が必要になる。また、加圧して、沸点を上昇させたとしても、臨界温度は低、摂氏82.6度であり、この温度以上ではいくら加圧しても液化はしない。液化ガス上気圧曲線メタンの液体での比重は0.43。 であり、LNG になると、他の成分の割合に応じて0.43から0.48になる。原油の比重約0.85と比べても、液体メタンはかなり軽いため、運搬時には重量に比べて大きな体積を必要とする。機体のメタンは、空気と比べて約55%の比重でありかなり軽いが、機体でも低温の状態では低く。 摂氏113度で空気と同じ重さとなり、それ以下の温度では空気より重くなる。事故などにより、極低温状態のメタンが漏れて摂氏161.5度以上で、気体になると空気の1.4倍程度の重さとなりまず地上に漂うことになる。このガスと周囲の空気との境界で空中の水分を凍らせ白い雲を作る。これが蒸気雲と呼ばれ、 透明なガスが間接的に人の目に触れることになる。この状態においては爆発的な燃焼や倒傷、窒息の危険がある。しばらくは地上に止まった低温メタンガスも温度が低く、摂氏131度を超えると空気よりも軽くなり、空中へと上昇、拡散していく。5%から15%の燃焼範囲は他の可燃性ガスと比べれば、 比較的狭いため爆発の危険性は低いと言える。気体のメタンが液体になると体積は約1600になるため運搬には適している。燃焼による発熱量は13300キロカロリー、キログラムで炭化水素中では最大である。これは5000から7000の石炭や9250の石油よりも大きい。メタンも LNG も共に 人体への毒性はない。天然ガスの名称は産出場所及び生成方法によって変わる。燃焼した時の二酸化炭素排出量はカロリーあたりで石油より少ない。ただし主成分であるメタンの地球温暖化係数は21と大きいため大気への放出は避ける必要がある。ただしメタンは大気中の寿命が約12年で、 排出量の63.2%は分解され、分解量を超過する分が濃度上昇に反映される。このため、排出削減をすれば大気濃度がすぐに減少する。天然ガスを採掘するガス用の井戸を、サイガス水と呼び、液体の原油を生産する、油性、油性3位、サイ油イと区別される。サイガス水は一般に、原油用の井戸に比べて、クリスマスツリーなど、 使用される、機器類の耐圧が高く設計されているために大きくなる傾向がある。これは、天然ガスの存在する地層が、油田に比べて深く、また、液体と気体では、地下の高圧力環境から地上にまで持ち上げられた、時の圧力が大きく異なるためでもある。2007年12月の世界の液化天然ガスの生産設備は15カ国に79とレインが、 稼働していて、総生産設備能力は、年間1億8,930万トンであった。2006年に、世界一の LNG 輸出国となったカタールでは、1トレインで年間780万トンという、巨大液化プラントを複数建設中である。2006年の世界の天然ガス生産量は2兆8,700億立方メートルであった。 2006年の世界の天然ガス貿易量は7480億立方メートルであった。天然ガスは原油と異なり、地上で大量に貯蔵するには、極低温状態の LNG とする他にはあまり良い方法がなく、LNG では施設や冷却の維持などにコストがかかる。このため、多くの国では一度地上に取り出した天然ガスを別の地下ガス層へと、 再び圧入することで地下に貯蔵する方法を採用している。欧米では600カ所以上存在し、日本でも数カ所が稼働している。地下貯蔵に使用されるガス層にはその上部が、キャップロックと呼ばれる、浸透性のない緻密な地層で覆われていなければ、ならない。陶器の需要器に備えて、下器に貯蔵しておいたり、パイプラインの事故に備えるなどがその目的である。 2016年末の世界の天然ガスの確認化再埋蔵量は約187兆立方メートルと言われており、地域別には中東が一番多くヨーロッパ及び旧ソ連、アジア太平洋地域などがそれに続く。なお東京ガスは輸入する天然ガスの大半をマレーシア、オーストラリアから輸入している。今後最高が盛んになることで、 確認火災埋蔵量の増加が期待されている。BP 統計2016年版では、確認火災埋蔵量は、約190兆立方メートルという報告がなされた。日本では、関東地方だけでも、埋蔵量は4000億立方メートル以上あると、推定され、埼玉、東京、神奈川、茨城、千葉の1と4県にまたがる地域で、南関東ガス田を形成している。 しかし、東京の直下にあるため多くの地域で採掘は厳しく規制されており、房総半島でわずかに採掘されているのみである。東京都や千葉県では、南関東ガス田から自然放出される天然ガスによる事故がたびたび起きている。日本の東部南海トラフには、メタンハイドレートが約40兆立方フィートあると推定されている。 深海底に存在するメタンハイドレートは採掘技術が確立されていないため2008年現時点では未利用資源に止まっているこのため今日の日本では原油同様に火災埋蔵量としてはごく限られているのが実情である各国で天然ガス資源の使用や開発をめぐる紛争がある液化天然ガスは機体である天然ガスを引く 摂氏162度以下に冷却して液体にしたものである。体積は、気体の約1600となるため、輸送、貯蔵を目的として液化される。天然ガスは、主成分であるメタンの他にもエタン、プロパン、ブタンなどのガスが含まれているが、LNG への液化の過程でこれらのガスも同時に液化されるため、LNG も元となる天然ガスの産地によって、 これら炭化水素の構成比に違いがある。LNG の液化の初期段階過程では、水和物を作って、パイプを閉塞させる炭酸ガスや、プラントを腐食する、硫黄酸化物などの不純物が除去されるため、LNG は人体にとって無害となる。液化には、C3MCR、ティラーク、プリコ、カスケードの4つの方式が存在する。カスケードでは冷媒にメタン。 エチレン、プロパンの純成分を個別に3段階で使用しており、他の3方式は、窒素、メタン、エタン、プロパンを混合して使用している。液化プラントで使用されているのは C3MCR 方式が多い。一般的なガス電の液化施設は、多くの生産地に近接した場所に設置されるが、海上ガス電の場合には、二重構造の養生液化設備や積み出し用。 保管設備等が設置される場合がある。2013年に浸水したロイヤルダッチシェルの線形構造物は、排水トン数は60万トン以上と、世界最大級の空母6隻分に相当する巨大なものとなった。モス方式の LNG タンクを持つ LNG タンカー、LNG の大量輸送方法は2つある。一つが、 パイプラインによる期待つまり CNG での輸送で1930年代頃にアメリカで始まった。現在ではロシア連邦や北アフリカからヨーロッパ諸国への LNG 輸出のほか中央アジア、中東、中華人民共和国などで使用されている。もう一つが LNG タンカーで中東やオーストラリア、東南アジアから日本や韓国への輸送に多用されている。 日本の場合、タンカーで搬入された LNG は、港湾部を起点とするパイプラインで、火力発電所や都市ガス事業者に送られる。世界初の LNG 船舶による国際輸送は、1959年1月25日、米国ルイジアナ州から、英国キャンベイアイランド向けのメタンパイオニアによるものだった。この船はもともと海軍用の船舶を改造したもので、 2000トンの LNG を輸送した。LNG 船の海難事故は極めて少なく大規模なガス爆発やガス漏えいを含む環境破壊事故は一度も発生していない。また、メタンハイドレートにして輸送する方法が開発中である。実現した場合は LNG に比べ温度が高くても体積を減らすことができ輸送効率の向上が見込める。さらに、原産地で GTL 法によってメタノール等の液体に変換して輸送する方法も実用化段階にある。パイプラインや都市ガス配管が直結していない需要者に対しては天然ガスをタンクローリーや鉄道コンテナに積み替えて運ぶ。鉄道による LNG 輸送は日本の石油資源開発株式会社が2000年に新潟県で始めたのが世界初とされており、 海外へのノウハウ販売を計画している。LNG を利用するためには、上流のガス井に始まり、パイプライン、液化プラント、LNG タンカー、受入れ基地、再ガス化設備、下流での輸送網に至るまで、LNG バリューチェーンと呼ばれる一連の設備が必要である。LNG 受入れ基地は、LNG 船舶を受け入れる桟橋が必要である。 ことと、海水によって、LNG を温めることで、再ガス化プロセスつまり、機体に戻す作業を行う場合が多いことから、そのほとんどが海に面している。世界初の LNG 受入れ基地は、英国キャンビーアイランドにおけるもので、アメリカ合衆国やアルジェリアからの LNG を、輸入する拠点だった。2013年に、シンガポールのジュロン島で稼働した LNG 受入れ基地は、 受け入れ設備と再輸出設備を兼ね備えた世界初のターミナルである。冷熱利用は、再ガス化の際の気化熱を、冷熱源とする施設を設置し、冷熱エネルギーの利用効率を高めることである。東京ガスネギ市工場では、冷熱発電、マグロの冷凍倉庫、空気分離装置、液化炭酸ガスの製造設備が隣接しており、熱交換の効率化に活用している。 阪神港千北コンビナートでは、近例の冷凍うどん製造工場や、業務用冷凍庫などの他に、大阪府立臨海スポーツセンターのスケートリンクなどが存在する。こうした、冷熱利用により、LNG 事業者は、再ガス化にかけるコスト、関連事業者は製造コストの削減が可能になっており、結果として、電力使用を抑え、省エネにつなげている。 日本国内では都市ガス用と火力発電用の比率は約35、65である。大量の LNG が漏洩する事故が起きた場合、液化のために引く、摂氏162度以下の超低温状態にされた天然ガスは引く、摂氏113度以上に温められるまでは空気よりも重いため極低温のガスが地上に滞留する。 LNG タンクが作られた初期の1944年10月20日、アメリカ合衆国のオハイオ州クリーブランドで起きた LNG 漏洩事故では、貿易艇を備えなかったために、大量の LNG が支柱に広がり、下水口内で爆発、燃焼するなど、死者128人を出した。この大事故を教訓に、現在では LNG タンクの周りは貿易艇で囲われており、 一万一楼栄事故が発生しても周辺被害はそれほど拡大しないと期待されている。日本国内の基地について記載する。島々によって構成される国や地域には大規模な発電基地を建設することが困難な場合もある。そのためディーゼル発電などがある時になるが環境や費用の高さが問題となる。 これを解消するため、LNG 発電線から電力を供給する方法が開発されている。圧縮天然ガスは、高い圧力で圧縮された天然ガスのことである。燃焼させた時に発生する排気ガスが比較的良いので、自動車の燃料として注目を浴びるようになった。天然ガスに仮にオクタ単価をつければ135になる。ありがとうございます。